アルスフェルトは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、フォーゲルスベルク軍の市であり、ヘッセン州の中心に位置する。アルスフェルトは、フォーゲルスベルク軍の北部、クニュル山地の南西端、アルスフェルト盆地の西斜面に位置する。この町は、エルファ川がシュバルム川上流に合流する合流点の西側に位置する。最寄りの都市は、バートヘルスフェルトが、 約 39km 東、フルダが約 44km 南東、ギーセンが約 52km 西、マールブルクが約 43km 北西に位置している。アルスフェルトは、北は、ビリングスハウゼン、シュレックスバッハ、オットラウ、東はブライテンバッハ及びグレーベナウ、南はシュバルムタール及びロムロート、西はキルトルフ及び、 アントリフトタールと境を接している。この町は、中核区のほかアルテンブルク、アンゲンロート、ベルファ、ビラーツハウゼン、アイファ、エルベンロート、オイドルフ、フィッシュバッハ、ハッテンドルフ、ハイデルバッハ、ロイゼル、リーダーバッハ、リンゲルバッハ、ミューニヒロイゼル、ライベルテンロート、シュバーベンロートの各区からなる。1655年出版のマテウスメリアンの 同版画に描かれたアルスフェルトアルスフェルトは1069年に初めて文献に記録されている。バルプルギス教会の発掘品は9世紀または10世紀にはすでにロマネスク様式の教会があったことを示している。このことからこの集落はおそらくカロリング朝時代に成立したと推測される。1180年から1190年までの間に チューリンゲンハクは歴史的な交易路、クルセヘッセンソいのこの場所に城を建設した。この位置はアルスフェルトの発展を上調し、1222年にはアルスフェルトは市として記述されている。アルスフェルトは1247年からヘッセンハク領となり、1254年にライン都市同盟に加盟した。ヘルマン二世は1395年に上管を、 建設し、この町は、単発的に、宮廷都市の機能を有した。この町は、1567年に、ヘッセン・マールブルク法白領となり、1604年からは、ヘッセン・ダルムシタット法白領となった。国家社会主義の犠牲となった、アルスフェルト住民の追悼のため、2009年10月24日に、ギュンター・デムニヒは、アルスフェルトに、最初の、 つまずきの石を埋設した。2010年9月7日に13のつまずきの石が追加された。2011年9月28日、ヘルスフェルダー通り、ウンターガッセ、プファルビーゼンベク、ウンテラーフルダーガッセにさらに13の石が追加された。ヘッセン大公国では、1821年から1832年まで、ラントラーツ別力アルスフェルトが設けられた。 1832年から1972年まで、アルスフェルトは、同盟の軍の軍長所在地となった。この軍は、ヘッセンの地域再編により、ラウターバッハ軍を呼び、諸天軍の一部とともに、ホーゲルスベルク軍を形成することとなった。ラウターバッハを、新しい軍の軍長所在地とする、ヘッセン州内務省の決定は、アルスフェルトの反感を招き、 ラウターバッファとの関係は長年にわたって良好ではなかった。アルスフェルト地方の反発を考慮して、例えば、アルスフェルトの自動車登録ナンバーは、1972年から1978年まで、本来のラットではなく、ALS の略号が割り当てられた。1978年までに、フォーゲルスベルク軍の自動車登録ナンバーとして、 VB を用いることが確定した。ベルファ、ハッテンドルフ、リーダーバッハ、リンゲルバッハは市町村再編に伴って1972年8月1日に合併した。1961年に第1回ヘッセンの日がアルスフェルトで開催され、1985年の第25回ヘッセンの日もやはりこの町で開催された。第50回 ヘッセンの日は計画されたのだが、資金上の都合により、アルスフェルトでは開催されなかった。1975年にアルスフェルトは、欧州評議会からヨーロッパのモデル都市に指定された。このために、7つの世紀にまたがる400棟の木組建築や木組の視聴者、犯罪者のさらし台、ドイツで最も古い家屋の一つとされる建物が修復された。 ただし、木組みが剥き出しにされ、誤った塗料が塗られたことにより多くの木組みの量が損なわれ、再修復をしなければならなかった。名前の由来についての伝承がある。1200年頃、ヘッセン、チューリン・ホ源ハクが馬でフォーゲルスベルクを越える、遠乗りに出たところ、ホムベルクに着いた時に強い風が吹いて、ハクが、オスとフェルトミアーデアハットフォムコップと言った。 このオストフェルトがアルスフェルトの由来だというものである。しかし、実際には、古い人名アダロに由来すると考えられており、1076年にアデフェルト、1231年にアドルスフェルド1259年にアリスフェルト、1285年にオールスフェルドと表記されている。地元の人にとって、通りを清掃するため水や、 防火用水の供給は重要であった。リーダーバッハ側は、現在の駅の敷地付近で何世紀もの間、せき止められていた。洪水は、この貯水池から、ルートビヒ広場を通って、オーバー合伏に通じていた。自然勾配が利用され、流れは、他の通りにも分岐した。歩道沿いの側溝が、水の勢いを緩め、フルダモンから支壁外のシュバルム川に排水された。 リーダーバッハ側の貯水池は必要に応じて遮断され、多くの水量に対応した。飲み水は家の井戸を利用した。中核地区の家はそれぞれ個別の井戸を備えていた。マルクトネーへの2軒の旅館では、現在もこうした家の井戸を見ることができる。アルスフェルト市長者、アルスフェルトの市議会は37議席からなる。2013年5月26日の市長選挙で、 シュテファン・パウレは、対立候補あるのヘドリヒを破り当選した。2007年9月9日の市長選挙では、決選投票で、ラルフ・ベッカーが54.3%の票を獲得して、ウルリヒ・キュンツに勝利した。投票率は60.3%であった。それまで市長を務めたヘルベルト・ディ・ーステマンは、ヘッセン州で初めて直接選挙で選出された、市長であったが、 所属政党の投票を受けて、就任後19年で、市議会は2007年5月24日に解任された。これは、市の予算の独断による運用が原因であった。その後、彼は裁判で有罪とされた。アルスフェルトの大紋章図柄、青字の盾に直立し、右を向いた金の冠を被り、金の爪を持つ赤い獅子。向かって、左に、 銀の刃先と金の柄からなのある剣がある。縦の上の兜には牛角図形が付けられ、外側に向かって洋上装飾が付いている。この町の最も古い印象は1234年のもので、片手に剣、もう一方に盾を持った判事としてのヘッセン砲白が描かれていた。縦にはヘッセン砲白の紋章が描かれていた。 現在のデザインの紋章は14世紀後期から現れる。これ以後再色された紋章は滅多に用いられず、かつては銀と赤が7回入れ替わる獅子だったのだが単色となった。アルスフェルト地方博物館が入っているノイラートハウス。奥にミンハウスが見える。アルスフェルトのマルクト広場。画面のやや右手奥が視聴者。その左手の大きな石像建築が。 バインハウス。その背後の塔がバルプルギス教会。この町は歴史的建造物が密集した旧市街で有名である。旧市街は中世都市に典型的な配置を示している。町の中心であるマルクト広場の周りの少し離れた場所を戦略的な意味からほぼ円形の慈壁が取り囲んでいる。慈壁にはさらに以前からあった。 交通路にアクセスするための開口部がある。開口部である市ンから街の中心までまっすぐな道が通じている。アルスフェルトでは広域交通には使われなかった小形沿いに紙壁が作られたことが察知できる。かつての紙壁に沿ったこの小形のカーブは1年あるいは1日の中で移ろう光によって繊細な感受性を持つものに。 無数の個人的印象のモチーフを与えた。平和な時代に、死壁は取り壊され、その後に建てられた家屋や、交通施設によって、この象形はなくなってしまった。北東のメッセ都市、ライプツヒあるいはカッセルから来て、フランクフルトへ向かう通商路が、現在の通りで言うと、 ヘルスフェルダー通り、ウンターガッセ、オベーレフルダーガッセ、マルクトと市内を曲がりくねりながら通っていたのは珍しい。旧市街の中心であるマルクト広場周辺には初期レ夢ム建築様式の木組の視聴者がある。この建物は1512年から1516年に建てられたのだが、第一期工事の1512年から1514年に石像の破壊が 第2期工事の1514年から1516年に木組建築部分が建設された。下階の石像部分はかつては市場ホールとして利用されていた。1960年から1972年まで当時のアルスフェルト軍の紋章にはこの視聴者が描かれていた。また、この視聴者は2011年にドイツの切手に再び描かれた。 視聴者の近くにバインハウスがあり、その角には、現在も犯罪者の晒し台がある。この晒し台は、鍵がかかる鉄の輪で、中世の方に背いたものはここに首を固定された。無防備な状態にされた犯罪者は、他の住民たちからの長老や、肉体的な不別にさらされた。晒し台には台石が備え付けられており、はっきりとその用途がわかる。 バインハウスは1538年にハンス・フォン・フランクフルトによって階段状のキリズ妻ハフを持つ建物として建設された。この建物はワイン倉庫県居酒屋として建設された。ファサードの丸アーチ型の窓は1840年に改装されたものである。現在バインハウスはアルスフェルトの市役所となっており、保護文化財に指定されている。 バインハウスにこの町で最も古い木組建築が増築されている。この建物はシュテンダー建築様式で作られている。この建物の最も古い部分は1350年に作られた。1403年と1464年に部分的に損傷し増改築がなされた。この建物の下に筒型ボールと持つ市の創設時代に作られた2つの 地下倉庫がある。これら3つの建物の裏手に13世紀後半から建造されたバルプルギス教会がある。この教会の内陣は1393年に新しく作られたもの。教会塔は以前の塔が倒壊した後1394年に建設されたものであり、教会が完成したのは1543年であった。 1836年に改装が切り詰められた。ゴシック様式の長堂は1472年に街道に増築されたものである。バルプルギス教会は2006年12月3日から毎日正午に鐘の音を鳴り響かせている。バルプルギス教会のすぐ隣に後期ゴシック様式の納骨堂がある。この建物は1368年に初めて記録され、 1510年に拡張された。この建物は墓地から集めた骸骨を保管するのに使われていた。旧市街の南端にかつては14世紀に創設されたアウグスチヌ修道院教会であった三位一体教会がある。この教会は非対称な二道式ホール教会で1435年頃に建設された。この教会は 宅発修道会の修道院協会の通例として、協会等を許さない。修道院の建物跡の近くに、旧支壁の遺構である、レオンハルト等がある。これは、都市防衛のための監視等で、1386年に建設された。壮麗なシナゴーグは、1938年11月9日の、排斥運動により破壊された。このシナゴーグの塔は、 現在も存続している、博物館、歴史協会の会員によって救い出され、地域博物館に収蔵されている。シナゴーグの記念プレートは、マルティン・ルター通りとヒンター・レア・マウアートの角にある。アルスフェルトの真珠と呼ばれる、特に興味深い建物群については、2カ国語で番号付きの解説パンフレットが作られている。折りたたみ式のパンフレットに従って、テーマに沿った。 市内観光を楽しむことができる。中核地区の狭い通りは、荷物の搬送、ゴミ処理、除雪、防火などで、多くの点で問題を抱えており、住民相互の協力関係を余儀なくしている。アルスフェルト駅、アルスフェルトは、連邦アウトバーン A5 号線に直接面しており、アルスフェルト東とアルスフェルト西の二つのインターチェンジを有している。 アルスフェルト西インターチェンジに面した休憩スペース、プフェッファーヘは、リムベルク休憩スペースに次いで、A5 号線で2番目に高い位置にある休憩スペースで、あり、B49 号線を経由して、交通の便が良いことから、通勤者やバス旅行客の乗り継ぎ待ち合わせポイントとして、人気である。連邦道、B254 号線と B62 号線が、市内を通っている。 また、B49 号線はこの町を支点としている。アルスフェルトは、フォーゲルスベルク鉄道ギー線、アルスフェルト古田線経由でもアクセス可能である。現在のアルスフェルト駅の駅舎は1914年から1915年に建設された。1916年4月1日からは、ニーダーアウラからのグリュントヒエン鉄道が開通した。 しかし、この鉄道は1974年5月25日には、早くも旅客営業を停止した。最後の貨物列車は、1988年5月28日のアイファイキであった。これ以降、アルスフェルトとブライテンバッハとの間の区間は、自然に戻りつつある。グリュントヒエン鉄道の開通は、鉄道施設の改造をもたらした。 新古典主義の駅舎はこの時代に建てられたものである。駅舎や駅の大きさは農業を主体とした周辺地域にアルスフェルトの交通上の、そして経済上の重要性を知らしめるものであった。アルスフェルト区裁判所。アルスフェルトには通常裁判を行うアルスフェルト区裁判所がある。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に最初直接参照をしてはいない。ありがとうございます。